はい、今日はですね、2023年5月の24日、時刻はですね、11時44分。あ、さっきの動画がですね、11時33分だったんですよ。あ、ちょうど10分間走ってたんですね。いやね、前の動画を、見てくださった方は分かると思うんですけど、ずっとですね、ここは何町になるのっけ？ちょっと何町かは分からないけど、左右、ああ、見えないな。とにかく竹岡トンネルを通ってですね、田上地区をぐるっと一周してきたんです。ほんで、一周が終わったところで、今回のスタート地点はっていうふうに持ってきたんですが、ここ左行きます。あ、こういうこともあるんですね。いや、ショートドライブは、ショートドライブっていうか、ちょこっとドライブっていうかですね、おまかせテレビのやり方をもう変えて、結構なるんですけども、こういった楽しみがあるんですね。いや、前に前にじゃなくてですよ、ここね、あ、こっちから行くのは久しぶりだ、ほら。西田通りってあるでしょ、その信号、赤信号のところ。普通ですよ、この信号目を見るとですよ、まっすぐが西田通りと思いますよね。これね、リスナーさんから教えていただいたんですけどね、違いますよ、西田通りはですね、ここですよっていう感じです。いやー、久しぶりだ、ほら。久しぶりだ。いや、懐かしい。懐かしいな。いや、本当に懐かしい。2年に3ヶ月目かに入るけど、こういう入り方をしたのは初めてじゃないっけ。まあ、リスナーさんは、物覚えのいいリスナーさんっていらっしゃいますからね。いや、それは何回目ですよ、みたいなことを言われるかもしれないけども。いや、自分の記憶の中では、あっちからこう入ってきたのは久しぶりだ。ああ、JR っていうか、列車が通りますね、列車が。なんか工事中ですね。何が変わるんだろうか。あ、信号？あ、いや、行ってくださいですね。あ、ありがとうございます。いや、私は大体によってですね、迷った時は止まるようにしてますからね。はい、ここ止まりますね。いや、ここは迷いません。ここはですね、西田通り踏切。そして、あ、今車左行きましたね。こっち行ってみようか。いや、行くつもりはなかったけど、前の車に引きずられですよ。あ、前のほら、あれが見えるのはあれですよ。アミプラザ前のですね。ここは対向車注意ですね。ですね、60年ぐらい前のですね、この辺りを知ってますよ、私は。はい、60年前、小学校のね、1、2年ですね。はい、右折します。ちなみに今ね、アミプラザのね、こっち側の駐車場の空き地はね、667台だったかな。もうせっかくここ来ましたからね、これを押すの忘れた。こっち側からこう、初めてじゃないけ。こっち側からほら。ああ、まだ今日もあれですね。こんなにタクシーが並んでるといけないんですよ、本当はね。いや、もうね、笑ってしまう。友達が言う、お前はよーっていう。
観光業とは全く関係ないし、タクシー業界とも何の関わりもないのに嘆くよねって。ありがとうございます。観光客が少ない、それから客待ちのタクシーが今日も並んでるっていうのに、本当お前はいつも嘆くよねって言うけどね、もうしょうがないですね。これはね、どうなんだろう。いや、その友達は分かるって言うんですよ。もちろん分かるって。分かるけど、中高時代は、その友達は、私の中高生時代の私を知ってますから、全く人のことにはですね、感知しなかったんですよ。本当感知しませんでしたよ。誰かがあの誰かにいじめられたとかですね、誰かをいじめたとかですね、まあ昔はいじめはなかったですね。私、少なくとも私なんかの周りにはいじめはなかった。ただ喧嘩はありましたよ。言い争いとかですね、言い争いはなかったな、喧嘩だったですね。といっても私がいわゆるそういうグループに属してるっていうわけじゃないんですよ。ただそういうのがですね、頻繁に行われてる時代だったんですよ。ほんで頻繁に言っても月に一度とかですね、それぐらいの割合なんですよ。なんだけども、私なんかの中高生の頃の話題ってなると、その1ヶ月に1回ぐらいしか起こらないような、そのいわゆる喧嘩沙汰でもですね、もうずっと言い伝えられるんですよ。聞いたか、こまよ、愛と愛だよ、あひこだよって、いわゆる決闘という言葉は使わなかったけど、ちょっと待ってくださいね、ここを右行きます。決闘という言葉は使わなかったけど、あ、ごめんなさいね、あれで、何ですかね、何でしたっけ、ハマったと言ってましたかね。愛とね、愛がね、ハマったとよ。あ、ここは止まりますかね。ハマったと言ったかな、お互いにこう、殴り合いをするっていうあれになって。そしたらね、あれがこうなってねって、それでそれとかなかなか決着がつかなかったとか、それとかその後こうこうなって、そしたら誰々さんが出てきてそれを止めたとかね、そういうのがね、要するに今のニュースバイトショーですよ。あれみたいにですね、ずーっとつながるわけですよ。ですから私みたいなこう下っ端の連中だけじゃなくて、いわゆる頭のいい生徒もいるわけですよ。小中学生、いや小学校の頃はそんなことなかったけど、中高生になるとですね、そのいわゆるビンタのよかって言ってましたけど、頭のいい連中も私なんかみたいな、ほら、下っ端というか、要するに勉強しない連中ですよ。何度も言いますけど、私は喧嘩したことないですからね。平和主義者というかですね、なぜかですね、そういうあれにならないんですよね。ただそれを目撃したりですね、それからそれを目撃した友達から、おい、ひっちょっかって言われて、ないよって言ったら、こん前ね、誰々さんとね、誰々さんがね、こういう時は先輩ですね、先輩同士がこうなんか悶着あったとか、そういうとか、愛とよ、愛がよっていう時は自分たちの同級生で、かといって下級生が、なんですかね、同校っていうのは言えなかったけど、自分たちの同級生と、それから自分たちよりも上の、いわゆる先輩たちがっていうのはですね、よく聞いてたんですよ。ですからね、何からこの話になりましたけど、いやいや、この左側のほら空き地を見て、
そういえば中学校の時の同窓会法でしたなと思ってですね、その時にいわゆる自分が会いたかった、友達、元気が良かった友達のね噂を聞くことが できなかったのをですね今思い出したんですけどね。はい、まあそういうことで中途半端ですけど、このドライブはこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。